回復元されたのは日本が建造した従順洋艦18隻の最終時の姿です。従順洋艦とは自然発生したカテゴリーではなく、ワシントン・ロンドン軍縮条約で定義された仕様に基づいて建造された、いわば政治的な艦首と言えるでしょう。ワシントン体制下の日本では戦艦の新規建造は行われなかったため、従順洋艦は巡洋戦艦に代わる有力な戦闘艦としてみなされた部分も多く、帝国海軍で非常に重視されていた艦首でした。また従順は当時最先端の技術が惜しみもなく注ぎ込まれたことで、洗練された艦艇美も持ち合わせています。今回は日本で建造された従順洋艦を簡易的ではありますが、それぞれ1番艦を中心に紹介いたします。巡洋艦古高は大正15年1926年3月31日に竣工した日本初の従順洋艦です。第一次世界大戦直後、米英の偵察巡洋艦に対して従来の5500トン型巡洋艦では劣勢であることが明らかになると、新型の偵察巡洋艦が日本でも建造されることが1922年に決定します。この新型偵察巡洋艦は過去型と呼ばれていましたが、過去は建造中の事故により竣工が遅れ、その間に2番艦の古高が竣工したため、古高がネームシップとなりました。古高型は竣工当時、試験艦としての色が強かった夕張を大型化したような艦様を備えていました。また、艦尾方向に従い船体の高さが低くなっている独特な設計も大きな特徴でした。これは緻密な計算に基づいて高低差を船体に設けることで、重量を抑えることができ、さらに予算の節約になるという狙いもありました。しかし結果から言えば、舷装が波を被ることが多いなど居住性が犠牲となり、古高型には水族館というあまり好意的でない呼び名も付けられてしまいました。そしてロンドン軍縮条約が締結されると、偵察型軽巡洋艦として設計された古高はその大きさから従巡洋艦として分類されてしまいます。条約に振り回される形となった古高は、偵察型巡洋艦から従巡洋艦としてふさわしい性能を持つ艦に改装されることになりましたが、改装は大掛かりなものとなり、主砲の乾燥とともにバーベット系や弾薬庫様式の変更、さらに船体上部を切り開いて煙突、遠路も作り直し、その他全ての武装の近代化が行われました。古高型はまるで別の船のように再生されるに至ったのです。1941年12月の開戦後の古高と過去は、ミッドウェー海戦以降の苦しい戦いの中でも最前線で活躍しますが、過去は第一次ソロモン海戦後に敵潜水艦からの攻撃により沈没。古高もソロモン諸島をめぐる戦いの中で沈没し、古高型は戦争の比較的早い段階で失われてしまいました。巡洋艦青葉は昭和2年1927年9月20日に竣工した古高型の改良型ともいえる巡洋艦です。竣工当時の古高型の問題点であった主砲砲弾の運搬を人力で行う必要がある点を機械式に改めて、竣工時から20センチ連装砲が備えられていました。船体や環境構造物も古高型に準じたものでしたが、艦内配置は相応に変更され、主砲測敵所の大型化などの改良が施されています。青葉型も古高型同様に居住性に問題を抱えていましたが、古高型で不満があった戦闘力がかなり改善されたと傭兵側からは評価されています。青葉は1936年から1940年にかけて段階的に改装を受けており、竣工時からは艦様に大きな差が生まれていました。今回復元された青葉の姿は1944年頃の戦時改装も加えて受けた状態の姿で、戦前の改装により主砲は 20.3 センチ砲に換装されています。青葉と2番艦の衣笠は共に第6戦隊を編成し、海戦以降、第一次ソロモン海戦では米巡洋艦船隊を一方的に撃滅するなど活躍しましたが、青葉はサボト沖海戦で敵艦隊を味方艦隊と誤認してしまい、多数の砲弾を浴びて大破。2番艦の衣笠は第三次ソロモン海戦に空襲に遭い沈没しています。その後も青葉は幾度も損傷を受けるも、不死鳥のように戦線に復帰し続け、艦隊内からはソロモンの狼と呼ばれることになります。しかし激戦を戦い抜いた青葉でしたが、最後は1945年の7月の呉空襲で大破着艇し終戦を迎えました。巡洋艦妙高は昭和4年1929年7月31日に竣工した1万トンクラスの大型巡洋艦です。妙高は竣工当時の古高型に似たピラミッド式配置の手法を備え、防御面でも従順では当時
数少なかった衝撃吸収層による本格的な水中防御を持つ船でした。当初は妙高型ではなくナチ型と呼称されることが多かったようですが、これは2番艦のナチの方が早く竣工したためで、海外ではかなり長い期間ナチ型と呼ばれることになりました。竣工した妙高型巡洋艦の4隻、妙高、ナチ、足柄、羽黒は全て第2艦隊第4戦隊に配置され、巡洋戦艦に代わるような存在として大きな期待がかけられていました。しかし妙高型は竣工前に雷槽や降格砲の強化を含む設計変更が災いし、居住性の不良や主砲弾薬庫の配置に問題を抱えていました。妙高型はスペック的には高い性能を誇った巡洋艦でしたが、実のところ当初は傭兵側からの評価は芳しくなく、1930年にロンドン軍縮条約が締結されて重巡洋艦の性能が定義されると、妙高型の改装は喫緊の問題とみなされてしまいます。そこで1932年から1936年にかけて性能改善工事を含む大規模な改装が順番に行われると、さらに1937年には最上型巡洋艦に準ずる能力を付与するためバルジの増強など第二次改装工事を受け、強力な巡洋艦へと生まれ変わっていきました。今回復元したのは第二次改装後に加え戦時改装も施された最終時の姿で、対空火器の強化やレーダーの搭載などが行われています。妙高型は妙高とそれ以外の姉妹艦で環境設備に違いがあり、妙高では主砲包囲板と側距儀が別々に配置されているのに対して、2番艦のナチ以降の姉妹艦は一箇所の主砲射撃指揮所に統一されています。ナチの艦橋は戦時改装により武骨な射風装置が設置され、勇ましい艦容を得るに至りました。このように軍艦として非常に洗練されていた艦容を持つ妙高型巡洋艦は、3番艦の足柄が戦前イギリス国王ジョージ6世戴冠記念艦艦式に招待された際にも現地で飢えた狼と評されることになりました。この呼称について日本側は軍艦らしい精悍さと解釈して好意的な意味に受け取っていましたが、どうやら貴賓さに欠ける古老のようだという意味を含んだイギリス流の皮肉めいた表現であったのではないかと言われています。妙高型巡洋艦は開戦後スラバヤ沖海戦など時期を問わず活躍を果たしましたが、1944年11月5日ナチが敵機からの攻撃を受けて沈没。1945年に入ると羽黒や足柄も失われ、終戦時に残存していたのは米潜水艦からの雷撃によって大破し、シンガポールに浮き砲台として活用されていた妙高のみでした。高雄は昭和7年1932年5月31日に竣工した妙高型巡洋艦の改良型ともいえる重巡洋艦で、竣工時から 20.3 センチ砲を搭載し、平時は艦隊機関として、有事の際には船体機関として必要な機関設備が設けられているのが特徴です。高雄の艦橋の大きさは竣工当時の妙高と比較すると容積で3倍に達し、まるで古の城郭がごとくの異様を誇っていました。高雄型はその艦容から国民的な人気も高く、長門や赤城とともに認知度の高い船でした。しかし海外からは設計に否定的な意見が多く、イギリスで発刊された軍艦誌ジェーン年刊編集者から甲状腺の肥大化したカバという呼び名を付けられてしまいました。ただその肥大化してしまった環境設備は傭兵側からは好評で、居住スペースも拡大された上に艦内の空調施設も改良されたため、当時の日本の巡洋艦の中では居住性にも優れていたとされています。総じて妙高型の改良型とも言うべき高雄型でしたが、時代の流れにより性能に陰りを見せ始めると大規模な近代化改装を受けることになります。雷槽の刷新や野戦時の視認性低下も目指した環境の小型化、さらに航空偽装位置の変更やバルジの設置等を含む大改装が施されました。今回復元された高雄の姿は改装後の姿で、これでも環境の小型化が図られているのです。こちらは3番艦のマヤで、マヤは竣工時のさらに巨大だった高雄型の環境の様子を色濃く残しているのが特徴です。実は高雄型4隻のうち、戦前に近代化改装が受けられたのは、高雄と愛宕の2隻で、3番艦以降のマヤと鳥海については改装を受ける前に戦争が始まってしまったことで、姉妹艦の割にはかなり大きな艦容の違いが見られます。3番艦のマヤは高雄型の中でも特に重厚な艦容が特徴で、戦時改装により降格砲などが増強されたことで、戦後はマヤを指して防空巡洋艦と呼ばれることもあります。
高尾型巡洋艦は温存された戦艦に代わり、第一線で活躍することになりましたが、1944年10月、人沖海戦で愛宕、摩耶、鳥海を失い、高尾も大破。高尾は外洋航海能力を失ったため、シンガポールで浮き砲台となり終戦まで戦い抜くと、戦後の1946年10月29日にマラッカ海峡で沈没処分となってしまいました。最上は昭和10年、1935年7月28日に、ロンドン軍縮条約下で竣工した巡洋艦です。ワシントン軍縮条約では主に戦艦の保有数が厳しく制限された結果、日本は数の劣勢を重巡洋艦や駆逐艦によって補うように海軍を整備していきましたが、ロンドン軍縮条約では巡洋艦や駆逐艦についても厳しく制限されることになり、日本の海軍戦力構想は崩れてしまいます。そのため少しでも重巡洋艦の数の劣勢を埋めるべく、最上は9500トン級という船体に 15.5 センチ砲を搭載し、将来的にはより大型の主砲を搭載可能な軽巡洋艦として整備されることが決定します。最上型は高尾型とは艦容が大きく改められており、特に環境構造物の小型化が外見上の大きな違いとなっています。これは1934年に発生した友鶴事件により艦の復元性不足の指摘を受けたことによる影響でした。最上は竣工当時から新型の613地3連装魚雷発射艦を片舷に2機搭載し、必要とされる魚雷の射線数を確保。さらに高尾型よりも優れた主砲射撃装置を搭載し、速力は37ノットを発揮可能でした。しかし1935年に第4艦隊事件が発生すると、台風などによる荒天時の船体強度などが新たに問題視されるようになり、最上型の3番艦以降にはさらに設計の変更が加えられることになります。このため3番艦の鈴屋と4番艦の熊野は船体形状を改められるなど、設計にはかなりの変更が加えられたため、鈴屋型重巡洋艦と呼称されることもあります。最上型と鈴屋型の外見上の最も大きな差は艦橋前にある吸気口の有無で、最上型は艦橋全部に吸気口があるのに対して、鈴屋型では吸気口が環境構造物の一つとしてまとめられているのがわかります。ロンドン軍縮条約が失効すると、最上は主砲を 20.3 センチ砲に換装することになりましたが、主砲換装の影響により2番砲塔の行角が常に上がった状態となり、これは従順時代の最上の大きな特徴となっています。なお換装された 15.5 センチ砲はシールドの形状を変更した上で、大和型戦艦の副砲として再利用されることになりました。最上型は開戦後、バタビア沖海戦で敵巡洋艦2隻撃沈するなど活躍を果たすものの、ミッドウェー海戦で三隈が沈没し、最上も損害を受けてしまいます。そして損傷を受けた最上は完備方向の砲塔を撤去して、ここに飛行甲板を設置、航空巡洋艦として11機の水上機を運用することが可能となりました。鈴屋と熊野はガタルカナル島への飛行場砲撃等で活動を続けましたが、サマール沖海戦の結果鈴屋が失われ、熊野も後に潜水艦からの攻撃により沈没してしまいました。最上も摺ヶ丘海峡海戦で大破し、その後空襲によって沈没、終戦時の残存艦はありませんでした。利根は昭和13年、1938年11月20日に竣工した高い航空機運用能力を持つ巡洋艦でした。利根はもともと最上型軽巡洋艦に準じた設計としての整備が計画されていましたが、検討途上で航空機運用能力の強化が図られることになり、三座推定による長距離索敵能力と二座推定による観測及び短距離偵察の航空作戦に実施する能力を持つ索敵巡洋艦とすることが決定し、新たに一から設計された艦となりました。利根型最大の特徴は主砲の配置位置で、主砲4機をすべて艦首方向に集めています。この配置によって艦載機が主砲の爆風で破損する危険性がなくなり、航空機運用能力を高めることに成功しています。さらに主砲の設置箇所を集中し、防御範囲を限定することで重要区画の減速防御が強化されており、水中防御は最上型よりもやや低下している面もありましたが、利根型は巡洋艦としては非常に優れた防御力を誇っていました。就役した利根は舞鶴鎮守府に所属することになりましたが、舞鶴では他に大型艦が所属していなかったため、利根と千曲はひときわ目立つ存在となりました。このため利根と千曲は舞鶴戦艦とも呼ばれ、鎮守府の象徴的存在となっていったのです。
さらに利根方にはエアコンの設置箇所も多かったようで、乗員数が課題となった戦争後半は別として兵員下士官にもベッドが完備されているなど、居住性も大変優れており、乗員からの評価も高い艦でした。また最上方よりも航続距離が 25% 長く、艦隊の目としての役割も担えたため、利根方は機動部隊に随伴するのに理想的ともいえる巡洋艦でした。そのため ④ 計画では海利根方の建造も計画されましたが、この計画は実現することはなく、2番艦の筑摩が日本で最後に竣工した重巡洋艦となりました。利根と筑摩は開戦以降、空母6隻を要する南雲機動部隊に随伴しますが、他の重巡洋艦と比べると直接戦闘する機会には恵まれず、機動部隊の目として活躍することになります。しかし護衛すべき機動部隊はマリアナ沖海戦で壊滅的な打撃を受け、事実上の特攻作戦となった小1号作戦におけるサマール沖海戦では筑摩が沈没。残存した利根は貴重な決戦戦力として扱われましたが、1945年2月以降は特に活動はできず、浮き砲台のような運用がされ、7月の呉空襲により大破し、そのまま終戦を迎えました。皆さんはどの重巡洋艦が好みでしょうか？よろしければコメント欄で教えてください。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せねせねせな、バイバイ。